い肉切りさん。大丈夫ですか NG ないですか。あ特に好きなのは手前 or 奥。奥奥手前え外が一番好きでその次が G で、うん、1コキ2コキ3コ キみんなの愛人マリテンとお絵かきじゃちゃんルルタンの本心になってくれますか。はい今日なんですが、よくわからないスペース。はい、しかもこのすっごい綺麗なスタジオね。いやそうなんですよ、ちょっとね伝わってはないかもしれないんですがカメラも多分高級なんですよ。いやすごい立派なこのカメラ借りてるんでね。ということで今日はコラボです。やった嬉しい。念願のなの。念願ですね。そう私ずっと言ってたよね。言ってた言ってた。叶いましたよ。はい嬉しい。ゲスト発表しちゃっていいですか。お願いします。ゲストは小湊やつはちゃんです。1コキ、2コキ、3コキ、お願いします。お願いします。嬉しい、ね、本物のやつ見れました。そうなんですよ、ちょっと失敗してましたけどね。緊張しちゃって。せーの、1コキ。1コやった。食われてるんや。私の方が知ってると思って、うん、確かに。いつも2コキなのにと思って。あめっちゃ詳しい、めっちゃ詳しい。もともとね、あのチャンネルに実はソロでそれぞれ出させていただいたんですけど、うん、はい、まあ、こういったコラボという形は初という。初です。うわ嬉しい、お二人が揃ったところを初めて見ました。あ確かにね、はい、1-1 で行ったからね。はい、こんな感じです。よろしくお願いします。お願いします。せっかくなのでちょっと3人でやりません。え、やりたい。いいんですか。決めたいですね。なので、まあ、私1コキ、はい、でゆるさん2コキ、で3コ キで、みんなの愛人マリテンとおいがくじゅうちゃんルルタンと何て言おう。おぎ、おぎ、急なおぎり。急な、急な、急なおぎり。いきます。せーの。1コキ、2コキ、3コキ。みんなの愛人マリテンと、おいがくじゅうちゃんルルタンと、SOD スターコミュートユーザーの、本心になってくれますか。イェーイ、嬉しい。素晴らしい。あ、本心になってなんですね。そうだ、言い忘れてましたね。そうなんですよ。そうだね、確かに無意識だもんね。私分かってないよ。なんでや。はい、で今日なんですけど、はい、こちらから持ち込み企画でございます。ありがとうございます。いやこれなんで OK が出たのか私は分からない。いやすごい、いけるかなって、ね、出してみたら意外と通った。見てたんですよ私。あ、その企画をね、はい、楽しそうみたいな。本当混ざりたいと思ってたんですよ。ということで今日の企画は究極の選択。イエーイ、嬉しい。まあ、前半は割と簡単な問題を用意していますが、はい、後半にかけてどんどんちょっと YouTube と戦うっていう。後半は、まあ、うちのルルさんがルルさんの癖が私の癖がすごい感じになっています。嬉しいですね。、はい、聞きたいですね、はい、大丈夫ですか。 NG ないですか。あ特に特にないです。嬉しいな。じゃあやり方としては私が、はい、まあ、例えばね1問目は一生焼肉or一生寿司って言うんですね、はい、そしたらルーさんから、はい、ポンポンポン、はい、イエーみたいな、あ、OK です感じで、はい、で、まあ、ちょっとね理由なんか添えちゃったりして、はい、そうですね、いければと思います、はい、ではこの1問目練習でやってみましょう、はい、一生焼肉 or 一生寿司。寿司寿司寿司。おー、3人揃った。え、待って、年大丈夫これなんか。一生焼肉はもう無理って可能性あるよ ね一生焼肉はやっぱ胃的にね。一生はちょっとちょ無理だよ、まあ、たまに寿司のがね、まあ豊富だし種類も。はい、そうですね。あ、なるほどね、うん、あ、そういう観点だったんだ。私もう無理なんだよね、焼肉とか思ってますけど。早いよ。早くない。どうですか、こんな感じでやっていけそうですか。はい、楽しいです。楽しんでくれてる。今日はギリギリまで、はい、やつはちゃんのギリギリまで攻めたいと思います。はい、2問目、呼ばれたいのは下の名前ちゃん付けおは呼び捨て。ちゃん付け。ちゃん付け。ちゃん付け。おお、え、揃うじゃん。違う。これはもう即、うん、えーえー、呼び捨てはどうですか。呼び捨ては自分ができないタイプなんですよ、うん、あの、あだ名つけちゃうだったら、うんうん、っていう感じなので、ちゃん付けじゃなかったらあだ名で呼んでほしいなって思います。あ、確かに、はいはいはい、男の人は想像しちゃった。あ、もう男の人を想像するとなんかちゃん付けから入ってもらった方がまだなんかこう近づけそう。それでは3つ目いきましょう、はい、暴露されて嫌なのは性癖or 黒歴史。黒歴史。性癖。黒歴史。気になりすぎる、最後。気になりすぎる。黒歴史あるんですか。
いやそれはね、生きてたらたくさんありますよ。それは1つや2つぐらい。全然どこにも漏れてないんですね。いや、漏れてるものと漏れてないものと。ギリギリじゃん。じゃあ、ルルさんと一緒だね。うん、いや私も生きてく食べに黒歴史が毎日増えてる感じなので、はい、毎日ね。でも、自分的には黒歴史って思ってないですよね。え思ってる、思ってる。大丈夫、思ってる。どんどん行きましょう。はい、好きなのは尽くしてくれる、おわ、そっけない。そっけない。尽くしてくれる。尽くしてくれる。おー、まあ、平気ですね、これはね。やられたらね、その場ですぐ立ち去ってほしいタイプでしょ。そう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 、もう本当に。え射精後3秒で立ち去ってほしい。えそれってド M だからですか。精神的にそのめっちゃ上にいるっていうのいいですよね。え尽くされたいですよね。そう、なんか冷たいのちょっと寂しくなっちゃいますよね。え、かわいい。はい、行きましょう。顔はタイプだけど、体はタイプじゃない、うん、顔はタイプじゃないけど、体はタイプ。顔はタイプじゃないけど、体がタイプ。顔はタイプじゃないけど体はタイプ。顔はタイプじゃないけど体はタイプ。あ、みんな一緒だ。あ、はい、え、うん、やっぱ骨格って大事ない、うん、あ、そっちか。え、めっちゃブツだった今、顔かブツかだったの、私の中ではね。ブツだ。イケメンにめっちゃちっちゃいのと、うんうんうん、ブサイクにめっちゃ虚根ついてた、今私の脳内で。いや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 、後半っつったよ。ごめんって早くしたい。早くしていきたい。骨格とかで体格キュッてなる。そうですね、なんか体の相性みたいな感じですよね。話しといた。え、違う。おい、早いぜ。フィット感ですか。なんのどういうこと。え、待って、なんの骨格。ギュートした時の感じ。背中の厚さとかですか。そうそう、違ったらしい。次行きましょう。好きなのはセルフプレジャー、うん、オアセッション。セッション。セッション。え、待って、何ですかそれ、まず。え、何セッション。聞かれた。いいんですか。セルフプレジャーって何ですか。あ、まあ、セルフ。あ、ソロ活動。あ、そうです、ソロ活動。それセッションですね、完全に。セッション、セッション。あ、優勝だ。いいですね。7問目、うん、好きなのは不慣れな雰囲気。不慣れな雰囲気、おはムードムムン。ムードムムン。不慣れな雰囲気。不慣れな雰囲気。へー、素人がいいんすか。いや、なんかちょっとドキドキ感。はい、ね、よくないですか。わかります。あら、バチボコのライトとか焚いてもらって大丈夫です。なんか昭和だな。好きなのは、うん、ペーペンオア拷問。ペーペン拷問。ペーペン。おお。ですね。ですって。ですよね。ですね。ね、拷問はなんでですか。え、なんか自分より耐えててほしいです。あー、そういう考えなんだ。ちょっと考えてないやん。私お寿司ぐらい生えてるんですけど。はい、お寿司って整えてるってことですか。うんうん、はい、え、なんかやっぱそれはちょっと残したい。へぇ、舐めたい、おは舐められたい。舐めたい。あー、難しいですね。舐めたい。舐められたい。おー、いや、舐められたいじゃないですか。舐めたいですか。まあ、もちろんどっちもあるんですけど、うんうん、どっちかというと多めに舐められたいみたいな。あ、好きなんですね。あらあら、あ、ニコニコしてる。次行きましょう。はい、朝セッション、うん、おは夜セッション。夜。夜。うわー、どっちもいいな。よくなり、よくなり。じゃあ夜にしときます。あ、はい、え、なんか朝はさ、匂いとか気になっちゃう、私は。あ、起きて、私なんか目やにとか気になっちゃう。おじいちゃんじゃん。でも確かにお風呂入りたいなとは思いますね、歯磨きしたりとか。ね、一年終わってからがいいですよね。巨根マグロ、おは極細感度良好。巨根マグロ。巨根マグロで。極細感度良好。物として使わせていただこうかなと。まあ、なんかそっちの方がこっち楽しいよね、うん、リアクションない、なくても、うん、そこはなんか何かと合成するよ。あ、脳内でね。あ、なる。あ、それがいい。それができますね。おー、変わった、変わった。寝取り、おは寝取られ、ね、これいつも難しいんだよね。寝取り誰かのを、マリテンの彼氏を寝取る、うん、マリテンの彼氏に寝取られる、うん、あ、なんで私の彼氏なの。マリテンの彼氏じゃなくてもよくない。寝取りたい。
寝とんな。え、寝とられたい。お寝とられたいです。あえ、なんかちょっとなんかちょっとずれが生じてきてるよね。ずれ生じてきてるね。ね、うん、寝とられたくない？なんかちょっとこう若干の無理やりみたいな。あ、はい、え、それもいいけど、うん、そう相手を別に奪う気はさらさらなく、うん、あそこで食べたスイーツうまかったなみたいな記憶残すのめっちゃ楽しいかったりしません？怖い怖い。怖いよ。スイーツ感覚。あ、そうです。だって主食じゃないですか彼女が。彼女が白米だったら、私佃煮とかでいいから。佃煮ちょっと渋いね。その例えすごい分かりやすい。分かりやすかった。いいですね、佃煮になりたくなってきましたね。なりたくなっちゃって。はい、あれですか、押し倒したらいけるタイプですか？あー、でも押しには弱いかもしれないので。押し弱いって一個で聞きました、ね。次いきましょう。長くて柔らかい、おは短くて硬い。短くて硬い。うわー。な、短くて硬いかな、うん。短くて硬いですね。長くてどこまで柔らかいかですよね。確かに入んないかもしれないですからね。ペタン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 。そういうのってどうやって入れるんだろうね。こうやってなんかもうキュッて入れるんかな。柔らかすぎませんそれ。このぐらいさえあればね、肩切りはなんか頑張って使えそうじゃない？もうちょっと欲しいけど。まあね、これくらいでいいんじゃないですか。これくらいでいいそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。40センチお2センチ。40センチ2センチ。究極ですね。究極です。こういうことです。究極だよ。どっちもいるってぐらいじゃないですか。え、そう、いないかもね。40センチって馬だもんね。40センチで。おえ、はい、なぜですか。長い分にはこう調節ができるじゃないですか。あ、確かにね。短いとちょっと届かないかなっていう。確かに2センチは届かないかもしれないですね。届かなくてもいい。届かなくてもいい。てかさ、なんか大変そうじゃない。好きなのは手前おは奥。奥手前。え、Gが好きみたいな。はい。どこですか。外が一番好きで、その次が G で、うん、だからこう、ジュンジュンジュンみたいな。あ、なるほどね。手前のが好きなんだ。そうです、そう。OK。はい。出演。なんか私ばっかりじゃないですか。あ、聞きたいですもんね。聞きたいです、私。一番聞きたい。一番聞きたいですよ。僕がどういうところが好き。赤い席が。私はなんかねじ込まれるのが好きだから、結構めっちゃ痛いとかするんです、結構。あ、苦しいとか、なんか壊されるというか。なんかお腹痛くなるのすっごい好きらしいですよ。あ、そう。もう腹痛で動けないみたいなの、うんうん、で、そこで帰ってほしいんですよ。腹痛でマジでお腹痛いみたいな、なりながら、じゃあ帰るわって感じで帰ってくれたら、一人の部屋でお腹痛いみたいな。そう幸せって。そうそうそう。狂ってんな。なんで僕が好きなんですか。やっぱさ、いいんじゃん。え、なんだろう、なんか内臓動く感じ。ああ、え、似てない。でも別に痛くならなくていいんだけどさ。ああ、ちょっとドゥンドゥンって感じが好きですね。ドゥンドゥン。今15問まで来てます。お、で25問あります。お、で16問目以降は、うん、出演するならです。お出演するならどっち。はい、いきます。上司おは部下。部下ちょっと前。そういった作品は出られてますよね。はい、そうですね。でも先輩役とかが多いんですよね。あ、先輩が多いんだ。なんでなんだろうって思ってるんですけど、綺麗だからかね、やっぱなんかちょっと綺麗な姉さんにみたいな。スーツも似合いそうですもんね。手部下やりたいですよね。いや、分かる。私も部下やりたい。でね、部長とかにね、うん、あの出張行ってね、部長いいですね。部屋1個しかなくて相部屋になっちゃうみたいなとか。うわー、あるあるだ。教師役おはナース役。教師。ナース。ナース。うん。おー、あのさ、新人教師さ、あの子に囲まれてるやつが、あれだ、教育実習とかね。そう、泣きたい。あの野球部とか、ね、泣くやつが好き。教師。あー、みんなでみたいな。あ、そうそう。うわ、ダメ。ナースのどっちです。どういうの。ナースの、うん、なんかこう、お客さんを面倒見る、うん、優しい、患者さん、ね、患者さんを面倒見る優しいナースの役で、うん、優しさがもう
度が超えてるみたいな、うん、ああ、もう甘やかしすぎちゃうんだ、はい、そうそうそう、え、それどっちがいいですか、骨折してる野球部か、はい、あのおじいちゃん系か、わ、骨折しててなんかできないやつ、あ、あの手がもう使えないからみたいな、わあ、それいいですね、あーあーなんか口実、え、どんなナースがいいですか、私はなんかそういう病院みたいな設定、ふーん、粛々と、粛々と、粛々と処理していくの、粛々と処理していくみたいなのがすごいおもろい、ヨトハちゃんのが良かったなすごい優しいナースの後、粛々と処理してくるナース出てきたからちょっとすごい慣れちゃった iPhone ガチガチ、おは恋人系、恋人、何今の恋人あ、恋人、iPhone ガチガチで、おじゃあドラマっぽい方が、もうセリフもちゃんと書いてあって、はい、へえ、でも上手ですもんね、うん、なんか違うんですよ、うん、私でいるドキュメンタリー系ってめっちゃ照れちゃうんですよ、うん、へえ、それがいいんじゃないですか、うん、嫌なんですよ、あ、恥ずかしい、照れちゃうけど、うん、台本の設定が一応あると、うん、なんかすごいそれになりきってるから、うん、ノリノリみたいな、うん、へえ、そこで変わるんだ、はい、だから体もちょっとこうなんだろう、力が抜けてる状態で、へえ、プロだ、うん、なれるんですよ、逆かも、うんうんうん、台本を読む機会って何か月かあったんですけど大根役者なんです、めっちゃ先生みたいなめっちゃ苦手なの、本当に苦手で、うん、だから、うん、あの逆だなって思う、そのそうね、台本ですってなるとなんかガチガチしちゃう、うん、でもお二人のイメージ的に、うん、なんかイチャイチャ、うん、とか恋人ムードみたいなのが似合いそうなんですよ、うん、あ、嬉しいけど、え、見たいんですよ、見たい見たい見たいまであるんですよ、見たい、私も見たいです、え、私変わってください、え、え、いや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 上司と相部屋、おわノーブラでゴミ捨てに行くおばちゃんをはめちゃうやつ、ノーブラでゴミ捨てに行くおばちゃんはめちゃうやつ、何それ、え、いっぱいあるじゃないですか怒られてるいっぱいあるじゃないですか、ね、私もでも好きなのはノーブラでゴミ捨てに行くおばちゃんはめちゃうやつが好きです、私もそれが好きです、ノーブラで、分かってます、はい、あ、分かった、いや、その究極の二択何の方だった、確かに確かに確かに、あれ良いよね、あれ良いですね、あのなんかこうちょっとこうはみ出ちゃうぐらいのゆるゆるのタンクトップで、うんうん、ティーバッグとかはみ出てるやつ、ね、私あれ、私が撮影するんだったら太ってちゃんとヒップ100にして出たいです、やっぱあれやる気満々じゃない、100じゃないめっちゃ出る気満々私も黒髪に染めて出たいな、そしたら、あ、ちょっと、え、逆に金髪でちょっとプリンとかもいいですか、ね、うん、あ、あ、いいね、団地妻的なね、なんかね、はい、いいですね、うんうん、妻役ってあります、あ、それがなんか撮ってはいるんですよ、はい、まだ出てはないんですけど、あ、そんな話聞いちゃっていいんですか、はい、多分いいと思います指輪しました、それがちょっと興奮材料になりました、あ、でもわかるかも、細かい設定に興奮するタイプなんですね、いや確かにそれだってな、これなくても妄想でいけるやん、 いいじゃない、やっぱあ、すごい妄想でいけちゃう、妄想でね、私お客さんの時にめっちゃ寝取られてるとかで、うん、いろんな人こう出してきて、こうすごくね、妄想で指輪はめちゃう、そうそう、妄想で指輪をはめちゃうし、いろんな人も出てくるし、出てくるし、何でもできちゃう、北極で極寒もの、うん、ピラニアのいる川で、うん、てんてんてん、どっちですか、極寒ちゃった北極で、ピラニア死ぬんかな、え、人食うんじゃないの、ピラニアってうなずいてますよ、 あれかと思ってました、角質食べてくれそれじゃないんだ、だとしたら変わってくるな、話が、え、待って、変わってきましたね、ドクターフィッシュね、ドクターフィッシュだろ、ドクターフィッシュから何その二択だと思ってえ、ちょっと、答え出てないんだけど私は極寒って言ったの、私はでも寒いの苦手だし、多分濡れないからピラニア、え、食われるんですよ、でも北極も死ぬで、クルーが優秀じゃないですか、やっぱ、え、ピラニアもクルー優秀かもしれない、優秀じゃないの、救いに来ないでしょ、ピラニアに食われてるとこ極寒はやっぱなんかストーブ炊いてくれたりするかもしれないよ、ああ、お金かけてるんで、そう、もしかしたらお金かけてね、そんなチープに、やだ、一体男優さんと一対一で北極ではめ取りすぎてくださいなんて依頼受けないでしょそれで言うとどっちも受けないけどな、待って、どっちなんですか、どっち、どうなんですか、ピラニアで、ピラニアだったそっちなんかい、スラッとした男優、うん、むっちりした男優、むっちり、むっちり、むっちり、おお、そうなんですか、むっちりじゃないですか、やっぱり
なんか骨が立っちゃうじゃないですか。細いと。わかる。分かる。だからむっちり。ちょっと肉多めで、うん、やっぱむっちりしてた方が画面内で自分がちっちゃく映る気がするから、うん、なんか自分のスタイルよく見えそう。確かに確かに。え、なんかさ、うん、上乗る時に気兼ねなく前後できる。相手細いとなんか気兼ねある、うんうん、あ擦れてるなみたいな、ここ痛いやないとか思っちゃうから骨がね、そう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 、ね、地上物絶対いけてないけど、そうだよね、これなんていう地上物、うん、ぐちゃ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 、どっちでしょう。ぐちゃぐちゃ、あ、ぐちゃ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 、ああ、どのぐらいですか。私どこまででも行きます。排水口とかも入りますよ全然。いや、そう、うんちだけだね私は。以外だったら大丈夫、ぐちゃぐちゃ。いや私全然そんなことはないわ、そんな、なんかそんなとこまで行かないわ。あれ、え、やっぱこっちとかいいよ私。いやいやいや、私は普通になんかこう囲まれちゃったりとか、そういうレベル。ああ、なるほどね。囲まれちゃったり縛られちゃったり、うん、私もそ、精神的にちょっとみたいな。うんうん、だからちょっと間違っちゃったかなって。ホースで水かけられるとか、水攻めされるとか。あー、それ楽しそう。あ、楽しそう。いけるんだ。楽しそう。いいですよね。なんか水遊びみたいな。水遊びみたいな。全然多分ね、ちょっと何なんだろう。なんか、すごい、ゆるふわに転換されてしまう。さっき最後、ピラニア選んでましたから。謎なのよ。まあ、いけるかなって。よくわからんのですよ。百発願射、おは百発ごっくん。ごっ、あ、え、百発願射、百発願射、え、ごっくん、おー、え、でもごっくん百発ってちょっとシュールじゃない。顔めっちゃ綺麗なんでしょ。なんかどっちかって言ったらぐちゃぐちゃにされてごっくんはしたいけど絵的に、え、そう、絵的にやっぱ百一発目は願射でもいいよ。あ、だから、え、ちょ、だから願射からのこう飲みたいなって思って今すぐ悩んじゃった。え、100も飲めるかい。え、でも飲んだらめっちゃ体臭臭くなるって聞いた翌日。へぇ、わかんないけど、めっちゃお腹痛くなるって聞きました。そうなんだ。え、好きじゃないですか、お腹痛くなるの。ちょっと待って、ちょっと待って、トイレに行く払い方じゃねえのよ、私の好きなの。眼鏡なんですか。眼鏡ですね。やっぱ、絵的にいいですよね。いや、わかりますわかります。汚す、ね、されていく感じですよ、ね、はい、なんかメイクとか気にせず、髪とかにもついちゃって、うわー、静粛性とか言いながら。へぇうざいから丸々ペケペケしてやった系作品で主人公をはめる役かはめられる役かってことなんですが、これつまり、え、どういうことですか。これ流行ったの私 SOD さんとか持ってるんですよね。理由でもよく聞くかも。そうなんですよ、はい、大好きなんです私これ。え、これつまりいっぱい撮ってほしいんですけど、自家談判する、自家談判するんじゃないつまりこの主人公を、主人公っていうのはここが友達で、うんうん、私がマリテンうざいからって言って、うん、ちょ、男の人集めてきて、うん、こいつのことを犯してくれねみたいに言って、うん、マリテンがぐちゃぐちゃになってるとこ、私が笑いながらこう自撮りしたりするっていう、うんうん、どっちがいいですか。どっちがいいですか。はめられる方で。あはは、ですよね。私も金髪ギャルに出てきてはめられたいです。あー、でもな、そこに愛ないもんな。愛、え、愛、愛って何。愛よ、愛欲しいの。いや、なんか最後仲直りとかするのがいいな。え、でもなんかだんだん感じちゃうんだよこれ。あ、なるほどね、うん、じゃあだんだん感じときますじゃあみんなはめられる方で、はい、じゃあラストの問題です。はい、首とっかもの、おは、うん、アスタリスクとっかもの。首とっかもの、首とっかもの、首とっかもの、うん、ちなみにこれルルさんがね書いたんですけど、アスタリスクとっかもの、かっこ行き過ぎてヒクヒク系 AF ではない今回、いや、だって聞き方聞き方、だってさ、じゃあなんか私が首とっかものがめっちゃ好きなんですよ。なんか女の子の顔とここだけ押さえてる部位があるんですよ、はいはいはい、こうやってなんかひたすらこうあれとなんかみたいな顔して女の子だけが流れる部位が大好きで私で、あと最近でも流行ってるじゃないですか、乳首みたいな。あ、それが好きなんだけど、それともう一個何がいいかなって思ったら、私は行き過ぎてヒクヒクしちゃうアスタリスクのやつ恥ずかしくて嫌なんですよ。あれちょっと待って、すっごいアウェー、あれ何で違う、恥ずかしい、え、見てる分にも恥ずかしい。え、違う、なんかあんま興奮しない、そこに、うん、興奮もしないし、なんか自分の時は結構そのなんかちょっとそこはちょっと恥ずかしいなって、うん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 、なんかどっちがいいかなみたいな。え、たまに男性いらっしゃいますよね。え、そう、好きな人いるから、ヒクヒクしてるねみたいな、めっちゃ恥ずいよね。あ、そうかね、キュンってなっちゃう。うん、私今別にヒクヒクさせられるもんね。ええええ、コントロールしてるんだ。え、ヒクヒクできます。ヒクヒクだから私、え、できるかできないかちょっとわかんないんですけど、はい、今話聞いてたら、うん、後者のかもしれないです。え、へー、
楽しいですか。はい。おお、うん。見たい。へえ。おえー。出るとしても。ああ。ああ。出るとしたら。うん。これずっと出演ですからね。確かに。忘れてましたけど。ピラニア見るわけじゃなくて、ピラニア出る方ですかね、これ。全部出るんですよ、これ。そっか、出るんだ。ヒクヒクしてるの好きです。ああ。じゃあ、ヒクヒク、今後見れるんですか。あ誰のずっとそれんですか。いや、違う、ずっとそれじゃない。顔も行く。それ別に誰も。あ、顔も行くけど、ヒクヒクも行くみたいな。あ、そうそう。ああ、それいいですね。良かった。全然お好みでした。なんか心配したけどめちゃくちゃお好みでした。両方行きたいですね。良かった。ということで、え、結構ギリギリ攻めたんじゃないですか。そうですかね。でもめっちゃ楽しかったです。あ、良かった。嬉しい。え、楽しかった。楽しかったですよ。はい。まだこんなもんなんだぐらいの。え？すごい。え、あれ、どこまで行ったのか。どこまで行ったのか。ためちゃう。はめちゃう、ちょっとこいつ性からはめちゃうやつに今出れる可能性ある、ここ3人で。じゃあこっちがはめる側で。あ、2人なんだ。多い。かわいいな。ということで、今日はこれありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。私たちも出させていただけるんですか。はい、私の小湊うつ葉のチャレンジチャンネルっていう YouTube をやっているので、ぜひ次回来てください。ありがとうございます。それではこの動画面白いと思った人は高評価、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。